オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場からです。オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介していきます。今日のブログは七草がゆイブです。明日1月7日は七草がゆの日です。これは神日の節句1月7日の朝に7種の野菜が入ったおかゆを食べる習慣のことです。年末年始の暴飲暴食の時期に胃腸を気遣う意味でもぴったりですが、1月7日に春の七草を食べると年間無病息災で過ごせると言われています。ところで本日我が家では七草がゆイブです。お正月に食べれなかった食材を冷蔵庫から引っ張り出してきて、それを元に全てを食べきる。冷蔵庫の中を一斉に整理してお腹の中に処分する日だったのです。はい、もうこれも食べきっとこっか、あとこれだけ食べたら明日スーパーで七草がゆの材料買ってもいいよ。こんな掛け声が響き渡った七草がゆイブ、こちらを過ごさせていただきました。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。そして今回1月5日発売のオフィスシオンの寺尾社長監修の漫画で丸分かり初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、分かりにくいと思われがちなお葬式について事前に知っておくこと、葬儀社を決めるまで、当日を迎えてなど漫画で分かりやすく紹介しています。また皆様からの質問やご意見ご感想を募集しています。本ご希望の方、そしてご質問等は住所氏名をお書きの上、メールでは info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスでは 0742-24-8422 0742-24-8422、 おはがきでは郵便番号 630-8334 奈良市西野新野町43番地奈良 .fm オフィスシオンの係までお願いいたします。お問い合わせは奈良 .fm まで、電話番号 0742-24-8415 0742-24-8415 にお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。